どうも、文禄です。今日はですね、本を買ってみたんですよね。こういう本、文房具屋さん大賞2022っていう本なんですけどね。まあ僕はね、普段ね、本とか全然買わない人で、雑誌とかもね、ほぼ買わないんですけど、これはね、ちょっとね、文房具屋さんが文房具の大賞を決めるっていうね、そういう趣旨の本なんで、いろんなね、熊沢書店とかいろいろね、マルゼンとか文房具屋さんがね、ちゃんと関わってこの年の一番の文房具を選んでるわけですから、これはね、文房具系 YouTuber としてね、これはチェックしておく必要があるなと思いまして、それで購入しましたね。これで今日全部読ませていただきました。でまあ、それの感想についてですけどね。でまあ、大賞何が選ばれたかと言いますと、これでしたね。サクラクレパスのボールサイン ID プラス、これが大賞になったんですよね。正直ね、ちょっとね、意外でしたね。これが大賞かっていうふうにね。だって、これ僕買った時ね、正直ね、ボールサイン ID プラスよりもこっちのね、ボールサイン ID の方がね、優れてると思ったんですよ。これ、このね、ボールサイン ID、これはまあ、プラスチック製のやつなんですけど、これをアップグレードさせたものが、このボールサイン ID プラスで、まあね、プラスチックの口金が金属になってたりとかね、まあ、パワーアップされてるわけですけど、まあ、僕はね、結構ね、プラスチックっていう素材が好きで、下手に金属にするよりもね、意外とプラスチックのままの方が書きやすかったりとかね、そういうところもあるんですよ。で、僕はね、こっちのね、プラスチックでできた普通のボールサイン ID の方が好きなんですよ。これはこれでね、かっこいいし、手に持った時のね、気持ちよさはこっちの方が断然上なんですけど、書き味で言ったら、やっぱりね、こっちの普通のボールサイン ID の方が上なんですよ。だからね、これで取るべきだったと思うんですよね。で、これの優れたところは、6種類だったかな。なんか黒だけでね、いろんなバリエーションを出したんですよね。まあ、黒にもいろいろあるだろうということで、まあ、純粋な黒もあれば、青っぽい黒、赤っぽい黒、緑っぽい黒とかね、黒にもいろいろあるから、でも皆さん黒しか使わない。だったらね、黒の中でもね、ちょっと黒のバリエーションで色違いっていうのをね、出していったら面白いんじゃないのかっていうね、そういうコンセプトから生まれてるんで、そのコンセプトが秀逸だったんですよ。だからね、これが受賞すべきだったんですよね、本来は。でもね、これのアップグレード版であるこちらが取ってしまったっていうね、これの完全版がこれだみたいな発言をしてたんで、まあなるほどっていうふうには思ったんですけど、まあ完成形で取ったんだよっていうふうにね、なんかそんなふうに話してたわけですけど、まあ確かにそうだなと思ったんですけど、にしてもね、前回これが取ってなかったっていうのはね、ちょっとね、残念だったし、今回ね、こちらを取らせたっていうのもね、なんかね、これじゃないのかっていうね、そういう思いがありました。というのが、まあ僕の感想ですね。でね、こっちの方がね、色数とか少ないんですよ。こっちの方がね、色がね、もっといろいろあるんですよね。紫だったりね、赤とかね、なんか、他の色もあるんですけど、こちらに関しては3色になったんですよね。黒と青と緑だったかな。3色だけになっちゃったんで、そこもね、なんかね、面白みに欠けてしまったなっていうふうにね、僕は個人的に思ってたんで、で、これの開発者インタビューみたいなのがあったんですよね。で、それを読んだわけですけど、その人のインタビューの内容は、まあ、このね、形状を六角形と丸を合体させた形状にしたっていうね、お話と、あとね、まあ色がね、黒だけど黒にもいろんなバリエーションがあるというお話ですね。そういうことをお話ししてたんですけど、そのお話っていうのはね、全部ね、こちらに当てはまるものなんですよ。故にこっちで撮ってほしかったなっていう思いが強いわけですよね。まあどちらにしてもね、まあ、このボールサイン ID ってね、素晴らしいものだと僕は思ってるんで、このボールサイン ID に関しては、たたえたいと思います。サクラクレパスさん、おめでとうございます。やっぱね、これ、ボールサイン
これね、80円のボールサインですけど、これがね、やっぱりね、最初のね、世界初のジェルペンが、まあ、こういう形になってね、ジェルペン ID プラスとなって、で、そのね、文房具屋さんに支持されたっていうのはね、まあ、それはね、嬉しいことですよね。このジェルペンっていうテクノロジーはね、もう今やね、もう世界中で使われているものだし、これをもう日本の誇るテクノロジーの一つなんで、うん、それをちゃんと評価してくれたっていうのは、やっぱり、それは嬉しいですよね。うん、一文房具ファンとして、それは嬉しいです。まあね、じゃあちょっと試しに書いてみますかね。こちらが普通のボールサイン ID ですね。どう持ったらいいんだろうと思いましたけど、まあこう持つのかな。ちょっと持ち方に迷うんですよね、これ。でもね、やっぱジェルといえば桜クレパスだなってね、そう言わせるものがあるというね、そういうものになってると思いますね。じゃあこちらね、こちらは青系の黒ですね。うん、まあね、金属、口金が金属になったことで低重心化されてるわけですよね。重心が低重心になってるじゃないですか。それに比べてこちらの方は、うん、真ん中あたりなんで、まあ、重心が低重心化して、まあ、持ちやすくなったというような感じなんですよね、うん、ただね、こちらになってガタつきが生じるようになってるのも事実なんですよね。ちょっとこちらの方がガタつくんですよね。僕はね、ちょっとね、重心よりもね、ガタつきの方が気になっちゃうんで、やっぱりね、こっちの方が書きやすい。で、こっちの方がね、やっぱね、軽く持てるっていう、そういう利点もありますよね。さっと軽く持てるっていう、うん、こっちはね、結構重厚な感じがありますよね。まあこの辺はお好みっていうことにはなるんですけど、うん、かっこよさでは断然こっちですけど、毎日使うんだったら僕はこっち選びますけどね。はい、という感じでした、ね、この本読んでね、本当に文房具ってね、いろいろあるんだなって思いましたよ。まあ、もちろん筆記具がやっぱり文房具の花形ですけど、まあ、筆記具以外にもね、まあ、もちろんノートとかもあるし、筆箱もあるし、消しゴムもある。あとね、マスキングテープとかね、カッターとか、そういうところまでもね、文房具になるわけですよね。だからね、文房具というカテゴリーにすると、本当にね、たくさんのものがあるんだなっていうね、そういうことは思いましたね。奥が深いですね。で、549点ということで、うん、すごいなと思いますね。で、ただまあ去年発売されたものをやっぱり受賞の対象としてるわけですけど、なんか前からある定番商品とかも入ってたりするんですよ。その例えば新色が追加されたとかね、新色が追加されただけでそのランキングに入ってくるみたいな、そういうところはね、なんかね、違う気もするんですよね。新色追加とかは抜きにして、純粋にね、この2021年に出た文房具の中で純粋に色違いとかじゃなくて、新色追加じゃなくて、本当に新しいね、ラインナップとして作られた文房具が作られたよっていうものを対象にしてほしかったなっていうのは僕の思いですよね。でないとね、新色追加されるたびにね、毎年ランクインされてしまうのもね、なんかね、それも違う気がするんですよね。というふうに思ったのが、まあ、僕の意見ですね。いや、もちろんね、この本、この文房具屋さん大賞っていうね、すごい楽しかったですよ。いい試みだと思います。いいことやってるなと思いますよ。うん、もう10周年ですからね。うん、でね、まあ僕の大好きなね、このさくらクラフトラボ、これも過去ね、受賞してるんで、うん、まあ文房具界にとってはね、すごい名誉ある賞になってるんじゃないのかなというふうに思いますね。はい、まあこれ出たばっかりなんで、よかったらね、皆さんも購入して見てみるといいと思います。はい、というわけで今日の動画は以上になります。ではまた。